江ノ島チンチロ旅というのは3つのサイコロを振って出た目によって所持金が決まるのだ。果たして江ノ島で美味しいものを食べることはできるのか。おみくじは引いてみちゃうわ。行きますか。せっかく来たからな。そうですね、来たからには1回ぐらいは。お守りとして持つタイプのお守りですね、これ。だってこれに関してはおみくじとお守りどっちも兼ねてるってことですからね。あ、なるほどね。はい、2倍得ですよ、ええ、そういう部分。いい買い物したじゃん。そうですよ。帰ったら、あ、来た、カエルがついております。おー、来た。はい、無事に帰るということになってますね。なるほど。もしくは土に帰ると。死ぬじゃないですか。死ぬんすね。さあ、そしてこちら見ていきましょう。ダデン、勝つ、勝つ人は決して諦めない。なるほど、大凶とかそういうんじゃないんですね。そして勝ち癖をつけるには自分の限界を決めないこと。なるほど。あ、今までね、やっぱプライベートパチスローをやるんですけども、はい、やっぱり限界3000円って決めてるんですけども、これからは10万までいきたいと思います。より負ける。自分の限界決めないこと。もう一回もう一回勝つまで真剣勝負、一応足し続けよう。わかりました。真剣勝負はいつだって己との戦い、はい、あれ、なるほどね。あれ、なんすか。え、何、末吉ですね。え、末吉、しょっぱしょっぱ、おもんな、今日引けよ。好きなことをして成功する、うん、おお、すごい、いい、自分に自信を持ちなさい。あれ、持ってないんですか、お前さん。持ってるわけねえだろ、こんな売れてないクソ芸人。あれ、軽はずみな行動を慎みなさい。恋愛、あれ、何も、腰重すぎんのにな。腰めちゃくちゃ重いやけど。合コンしちゃダメなのかな。そうですね、したことないじゃん。はい、長引くが全開するでしょ。あ、いいですね。吉、長引くの吉、焦らず過ごしなさい、うん、どっかインフルエンザとか嫌だなーったら、ね、こじ出したらダメですね、うん、学業油断し怠けることがなければ必ず結果が出る。わー、いいっすね。よしよし、一番いいじゃないですか。お金、はい、なかなかたまらない。あれ、生活を見直す。後輩に金やっぱり使ってんのいけないね。いやなんで後輩に毎回さ、はい、飯食わせなきゃいけないの。これ何のたたえっていうか分かんないよな。こっから今からお前自腹ね。ちょっとそういうこと言いたいんじゃないですから。いや違う、生活を見直せとか言ってから、うん、お金の使いは見直した方がいいでしょ。今回はセーフ。お前はここから自腹ね。ちょっと、うん、金持ちになれますよ。邪念がすごいな。やっぱ月100とかって言ったんですけど、月150。いや、それ以上もいけるな。いや、欲の塊やな。何のために顔洗ってんの。心を清めるために。一切清まってない。景色もすごい。いいね、いいね。やばいな。ソーラー発電も完璧っすね、これ。いや、そこ触れんの。自然の良さじゃないの。ソーラー発電の効果よ。どうすか、この景色。抜群ですよ、ほら、もうトンビ、ほら、ほら、2匹もおる、ほら、ほら、すごいな、自然だな、すごいな、これ。ソーラー発電が冷めるけど。何々系ってこれのことなんですかね。あ、コンサルチャント邸、はい、コンサルチャント園ね。園ね、はい、そうっす。コンサルチャント園はこれ買うのな。コンサルチャント園っぽいもんな。コンサルチャント園でしたね。コンサルチャント園っぽいもんね。まあ、ぽいっすね。うん、この感じ。地図みたいなないの、コンサルチャントチェーンとか書いてるみたいな。コンサルチェーンの、今度はコンサルチャントチェーンの園だっていう。コンドーチェーンの地図。コンドーチェーンさんって誰だよ。ハーフ芸人みたいな。これこう来たのかな。違うのか。コンサルチャント園は、コンサルチャント9。サモールコッキングじゃないですか。コンサルチャント、ほんまにコンサルチャントやと思った。トイレのとこ右行ったらコンサルチャント園ですね、あ、本当だ、まだついてないんだ、うん、コンサルチャント園って書いてるじゃないですか。サモールコッキング園だ。コンサルチャント園もまたこれお金かかりますよ。いや、大丈夫、それはこれで多分入れるんですよ。違う、入場料って書いてあるじゃないですか。あ、別にかかるんですか。入場料って書いてますよ。これも諦めますか。コンサルチャント園これいいんじゃないですか。
コンサルチャント園にフレンチトーストありますよ。来た、これや。大家さん、行きましょう。行きましょう、これ。いや、コンサルチャント園。これ行くしかないわ、大家さん。いや、コンサルチャント園いくら ?200 円です。え ?200 円です。コンサルチャント園いけ、そんな値段ですね。高くて無理とかじゃないんですね。展望台と込みなら500円。いや、コンサルチャント園さんは、はい、あの撮影禁止だから。あ、そうなんすか。うん、多分。じゃあ諦めますか。コンサルチャント園さんはダメだね。もうここまででだいぶお金かかってるから。そうっすね、コンサルチャント園さんは我慢しよう。うん、サムエルコッキング園ですよ。僕もちょっと神社で写真撮りたいんですよね。ああ、撮ったらいいんじゃない、はい、撮ってもらっていいですか。大森さん撮ってもらっていいですか。仕方ないなぁ。いくら何で金取ら金取らないでくださいよ。ダメなの、はい、あ、いいっすね、この。わぁ、すげえいいじゃん、この風絶景。この最高さ。絶景、カメラじゃ全然伝わってないけど。うわぁ、この良さをね、伝えたい、これ。縦でいいの。あ、縦で、はい。はい。映ってます。え、映ってます。なんとか映ってますね。いや、そこじゃ俺多分映んないっすよ。はい、よ、生首だけどいいかな。はい、生首だけどいいかな。首しか映ってないけどいいかな。あの、はい、それはいらないっす。はい、お前さん、はい、高すぎるんで。あ、すいません。はい、すいません。低くしたらいいのね。ごめんなさい。はい。いや、極端な話をしてんじゃないですか。股間取るんじゃないですか。真ん中がいいっすよ。あ、すいません。真ん中で、はい。あ、今取れましたよ。え、ちょ、今、はい、あ、今ね。はい、わ、はい、かりました、はい。こういう感じで取れてまーす。はい。取れました。あ、こっちで取るんじゃないの。ちょ、こっちっすよ。これいらないっすか。あ、そっちね。はい、わ、はい、かりました。はい、行きまーす。はい、チーズ。そこでキープね。あ、撮りましたよ。いいって言ってから。あ、撮ってましたよ。もう、はい、いいって。ちゃう待ってくれ、待ってくれ。あ、絶景じゃねえな、でも全然。本当っすか。うん、絶景取り上げるの早いな。どこ行くんすか。あ、いや、そう、どこ置いてんだよ、おい。三脚邪魔くさい。いいね、海の街っていう感じでいいですね。私行ってまいります。もうフレンチトースト行こう。行きましょう。もうしんどい。もうまめさんね、うん、1時間ちょっとぐらい前からもう帰りたそうにしてるんでね。帰りたそう。旅向いてないな。やっぱり圧倒的に体力がない。驚くほどに。もうね、やっぱ運動してないしね、年、はい、年っていうのはちょっと運動しよう。旅も楽しめないなんて。泊まりで旅したいなとか言ってる場合じゃないの、これはもう。はい、ロンカフェやってきましたね。うん、夏限定。何してんの。いや、夏限定。おっぱい持ってんの。おっぱい持ってました。何してんの。人のチャンネルで何おっぱい持ってんだよ。それ痛いよ。ツッコミやがな。痛いんすよこれ。痛いんすよこれ。ツッコミやがな。何やってんすか。シラス丼もかかってるからね、はい、なるほど。緑が6、はい、6ゾロ目、6ゾロ目ってダメ。665来い。いくよ、はい、はい、行きます。はい、あー中途半端。324円。ギ
ね、これは。うわえ、足りないの？ギリ足りないでしょ。ここも？あ、本当だ。うわ日本初だよ。うわ走りたかったよ、日本初。え、もう一振り直しはダメだよ、何言ってんだ。はい、おまめいきますね。おまめさんいくらですか？これはもう4、5歳じゃないとダメ。ああでもね、奇跡起こすよ。奇跡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 。うわー惜しい。434円。あまあでも数字的には悪くないですけど。でもしらす丼とこれどっちっての食べたかった。いや、いい勝負です。いや俺こっちの方が食いたかった。いやこれは日本初ですよ。あとやっぱ口今、はい、うん、しょっぱいのいらない。おかずばっかり食べたから、うん、しょっぱいのいらないからこっちはよかったわ。うわなんここすげえいい、めちゃくちゃいい。グアムやん、うまそう。カンペルジュという製法による。カンペルジュ初めて聞いたよ。外はカリカリ、中はとろりと。わうまそう。これ多分激烈にうまかったやろな。あー食べたかった。5階のここね。はい、はい、うわうまそう。これもうしらす、生しらす、しらすの釜揚げ、かき揚げ、かき揚げの炊き込みご飯。うわもうセットすごいわ。これやばいな。ここをかけて、はい、いきますか。これが一応1500円だから、まあ県内っすね。6出せばいいってことでしょ。いやゾロ目出したら終わりってことで。はあそうやった、うん、最後お願いしますよ。それがあったわ、はい、最後ビシッと泥目で。いやそれきついなあ。さあ最後はね、はい、こちらのね最初チラシをいただいたこちらでぜひとも目指せしらす三昧定食。うわこちら狙っていきましょう。いきましょう。あ全部うまそう。食べたい。食べたすぎる。これやっぱ一番の目当てですからね。そうっすね。いや本当はもうフレンチトースト食いたかったよ。さあそれでは最後の最後頃いきますよ。行きましょう。はいお願いします。最後はい、あどうなる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 。おおすげえ、すげえ、やったー。すげえ1と6がガッ、やったー。これではい、いったでしょ。1500円。うおほんとだ。でも税足りるか分かんない。え税抜きだったらちょっとやばいかもね。まあそれはやばいです。怖いですね。はい、まあでもいいとこ行きました。お豆は今のところ742円なので、はい、ちょっと800円出さなきゃいけないから。800円。しごろ確定。しごろさえ出せよ、はい、最後もうだって1回もまだゾロ目とかピンゾロピンゾロピンゾロ。うるせえだろだろ。おいマジで。ってことは1100円。え計算計算。はい、いくら。435円ね。えあのあれ出して計算機出して、はいはい、お前やばそうやな。いやなんか食べれるのあるだろう。でもなお前さんいくらする。いや今お前のから計算する、はい、609足す、はい、324足す、はい、631引く1000。引く1000。うん引く線、何の線ですか。俺の気持ち。いやダメですよ。いくら。いやいやいや1564円。1564円。はい、うわ何でも食えるじゃん。やったー。消費税抜きだったらダメだけどね。まあ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 、まあ、1500円の消費税は多分、はい、120円だから、うわそれきついな、うん、そしてお豆がダラ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 。いくらいくら。1177円。うわ中短波何食えんだろう。シラス1匹いやそんな高いシラスいないし。まあでもそばとかじゃないですか。神奈川来て俺そば、そばだったらもうなしよ。さあというわけで、はい、ああ中途半端だな。何食えんだろう。俺丼食えると思うんだよ。あ定食が1500円もすっか。丼ぐらいは丼ぐらい食わしてよ。ていうか食えない方が面白かったのに。中途半端食べなくてもいいっすよ。いやなんで無理やり食べないんだよ。腹立つわ。笑顔こぼれ出てるわ。そういうキャラじゃないじゃん。嬉しい。
食べないキャラでしょ、はい、え食べないキャラでしょ。いやそんなないっす。いいの、えおいしくないよ芸人としておいしくないよ。いやいや、なんかっていうか2人ともほとんど食べてるもの買わないけどこの企画何この企画ちょっとね、うん、今回、うん、簡単に食べるすぎ企画失敗今回優しかったっすね、うん、はい、仏のお豆企画失敗しちゃったな、はい、仏企画ですわ今回。まあ今回たまにはね、たまにはそうって優しい時ある。そう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 、そういうことっすよ。景色がもうすごくいいですよ。さあそしてね、こちら美味しそうですね、どれもね。こちら U の定食ね、1600円。お、あれ、はい、しらす三昧定食1500円。しかもこれ税込みですよ。きたありましたね、しらすのかき揚げ定食1500円、はい、フライ定食1500円、お刺身定食1500円、はい、はい、丼はないですね。丼はないですね。これ、あ、裏がもうあの蕎麦とあれうどんになりますあれ大江さん、あれ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 白飯食わず小麦だけでね、やっちゃった最後やっぱ大事だったか、丼だけ、丼なし、丼なしですよ。そうですね、残念。でもまあかき揚げはこれ多分しらすのでしょ。あ、そうですね、じゃあまあ OK ね、 OK ですね、 OK ね、まあ白飯じゃないですけどね、はい、あの橋みたいなの渡ってあっちの江ノ島の方まで戻って最後だったらよかったな。なんかそんな気してたんですよ。これ新鮮そのもの、これね、かき揚げで釜揚げ、これ言うことなしですよ、これ。ちょっとお願いしますよ、生しらすを。いいっすか、もう食べちゃう、はい、これのために来たようなもんですから。そうですね、結構長い時間ね。ちょっとじゃあここに醤油があるんで、ここに薬味があるんですけど、まずは何もつけずにね。醤油つけるじゃん何もつけずにって醤油っ、いや何もかけずにいったらいいんじゃん、せっかくな。そうっすね、一回行ってみましょう。何そのもったいない、ちょっとじゃあもう両立じゃないな。まずこれ、まずは何もつけずにですよ、はい、いってみます。プリプリ、くちゃくちゃおろせくちゃ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 プリプリじゃないよくちゃくちゃじゃないんだよ、まずプリプリっすよ、本当に、弾け飛ぶような食感。弾け飛ぶの、弾け飛んでます、すごいな、はい、生きてますもうほぼ、まずじゃあ醤油をちょっと、はい、一周ね。もう結構かけたな。これでちょっと、ビチョビチョじゃん。いやいやいや、これでこれでいいんですよ。これでちょっと。でも味わからんじゃん。これもいっちゃいましょう。かぶっと、はい。はい。死んでもいい。ね。誰も来なくなるわこの店。いやもうね、だけで甘いんですよ、言って。でそれにこのマイルドな醤油と合わさって、甘いのに醤油のあれが味わって、次のもん食べていただいていいですか、はい、もう聞いてられなくなっちゃった、はい、じゃあこれいきましょう、はい、かき揚げもうガブッといけよ、ガブッといきます、もう手で掴むなようわっ、行く、行った、うわ音がいい、音が、音がいいな、うん、油最高油って最高うん、うまそう。現場からは以上ですさあ終わりましたよ。いや本当に来てよかった、うん、楽しかったですね、景色も良かったしね、良かった、食べ物だけじゃなくて、はい、
いろいろ楽しめた。やっぱね、神社もいろいろあってね、うん、大道芸もあって、うん、おっぱいもあってね、言うことないっすよ。あ、そうだね、はい、はい、そう、何よりやっぱおっぱいがあったからね、一番やっぱ全部帳消し、明らかにテンションが上がってましたね、うん、はい、セコずっとこれセコずっとやってるんですよ、これセコ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 撮ってないのにセコセコセコ、はい、セコ撮ってないのに楽しかったですね。いや楽しかった、本当に。また来たいですか。いや、また来たいです、本当に。本当ですか。はい、でもっときつい企画考えていきましょうか、また。え、いやいや、今今回ぐらいでいいっすよ。いや今回だってただただ普通に食べれて見てて何が面白いのこれ。普通に食べてる。仲良さそうでいいじゃん。最高いらねえじゃんこれこんな食べれんのって失敗した。次からサイコロで勝った方が食べれると明日もだったな。ああ、まあそれ、うん、またそれか、うん、数字大きい方出した方が勝ちとか明日もだったら、そう、うん、面白くないもん。まあね、確かにその食べれてますからね、うん、あとこんだけ移動して一箇所だけのワン勝負にすればよかったね。ああ、それはきついわ。しらす丼食べに行こうよ。それはきついわ。ここまでわざわざ時間かけてきて、はい、サイコロワンチャンして、それはきつい。本当それはダメだ。そうしよう、次それはもう一人入れましょう。え、それはもう一人、二人で見るってこと。そう、嫌でしょ。一人のが耐えれないっすって。そう、逆に嫌じゃん。だって犠牲者になる確率一つ増えるんだよ。ああ、そうか。 50% で食えてたのが今 30% で。一人だけ食べれないでいけません。いや、ダメだよ、面白くないもん。しすぎるな。またね、じゃあ次回、ええええ、次はね、はい、ちょっとね、はい、中華街か、あー、いい、川越行きたいので。あー、なるほど、行きましょうか。行きましょう。はい、なのでね、はい、今日はね、やっぱたくさん写真撮ってもらったので。そうですね、ぜひとも見つけたらね、はい、もう緊張せず声かけてください。そうですね、怖いですけど、うん、優しいですからね。優しいっす。ラグビー部の人は乳首気をつけてくれればいいっすから。そうっす、乳首をめちゃくちゃ触りましたけどね。彼も調子よかったみたいで乳首ビンビンでしたけどね。ぜひともよかったらね、お願いしますね、はい、というわけで、さようなら。